期待が完全に裏切られたと。35年結局見てきましたけど、自分の一票が政治を変えることができる。えー、そこさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえっと、一橋首相が誕生したんですけれども、えー、なんかスタートからあれ違うじゃないかなっていうのはちょっと。 あの期待感が外れたような感じもあるとか、あのソカさんどういうふうに見られていますか。そうですね。まあ、世の中が一番本当にそう思ってるんじゃないかと思ってるんですけど、私の経験でいうとですね、総理大臣って自分のあの得意分野でこけることが多いんですよ。例えばあの政策家なんだって自分で言ってたあの橋本龍太郎首相がまさに政策のど真ん中の。 高級減税を巡る発言で迷走して参院選で惨敗したりで辞めたりあるいはの竹下登首相石破さんも非常に尊敬している政治家ですけどまあ彼があの国会対策の第一人者だっていうのを自他ともに認めてたんだけどやっぱりリクルート国会でまさにその野党共闘を崩せずに衆院で予算が通らないまあそれで辞めるっていうのもあったんですねでこれは2つ意味があって1つはあの自分の得意分野だからやっぱりちょっと慢心してしまう。 大丈夫だっていうでもう一つあのこれがポイントだと思うんですけどやっぱり世の中もそう見てるのでやっぱりそれに対する失望でい、まあ、うと石破さんの場合はやっぱりあの愚直なまでにやっぱり筋論を通す、まあ、それが一番の人だったはずなのに、まあ、総理になる前からあのすぐに解散するで、まあ、10月27日投開票ともう決まっちゃいましたけど。 彼は少なくとも総裁選の期間中にやっぱり予算委員会で議論してやっぱり自分の考えを分かってもらった上で解散だって明言してた人ですからその自分のまあ一種の約束ですよねその約束を保護にしてしまうでこれはやっぱり得意分野って以上に我々以上に世の中ががっかりした私は先回この動画で3つのことを言いましたあの石破さんが勝った時に一、まあ、つはやっぱり裏金事件もあって で自民党が変わらななきゃいけないけそういうまあ一種の声なき声が集まって最後に逆転したんじゃないかとでもう一つは多大なる期待っていうのは多大なる失望につながる危険があるっていうのを言わせてもらったこととあとはやっぱりちょっと自分で後悔してるんですけどこうなるとやっぱり立憲民主党の野田芳彦新代表とまあ石破さんの2人の党首討論っていうの僕はワクワクしてる。 やっぱり2人とも相手を完全に否定するんじゃなくて議論するわけですからでその時は私は正直石破さんがやっぱりすぐに解散じゃなくて予算以下で議論をするんだと言ってるのは当然知ってたわけですから、まあ、そういう点では残念ながら石橋さんから見れば私も含めた期待が完全に裏切られたと最初の出だしとしてはまあ正直言ってあのかなりまずい。 あるいは厳しいスタートになったと言わざるを得ないと思います。それはやはり総裁選中にはいろいろ言えたことが。まあできなくなった。その裏にはどんな力が与えたというふうに考えればいいんでしょうか。まあ一つは接戦で終わったということですよね。だからまあそれをどう考えるかっていうのが政治家の。おそらく力量最初にリーダーで問われるんですけど。例えばまあいくつか視点あると思いますけど、あの安倍晋三氏が。やっぱり同じように。 総裁選で、まさにその石破さん。に、党員投票で負けて、で、逆転したと。だからその時にやっぱり、安倍首相の石破幹事長にしたんですよね。だから、接戦したからこそ、やっぱり党内融和ってことだけじゃなくて、そこを取り込まないと。やっぱり、政権を持たないという判断に流れるのか。やっぱり、接戦だからこそ、逆に、やっぱり、自分を、まあ、今回で言えば、もうはっきり。朝日新聞だけじゃなくて、各紙書いてますけど。 えー、菅義偉元首相かそれと岸田文雄前首相その2人の力で当選したってことも明らかなんですよねでその状況の中で岸田さんのもともと派閥が一緒だって話をしますしを官房長官にするで菅さんを副総裁にするでその人事を見てるとやっぱりその接戦で終わったからこそ融和にいくのか あるいはその自分を助けてくれた人っていうのを基盤にするのかっていう点では明らかに石破さんの場合は後者を選んでしまっただからそれがやっぱりすごく古い自民党なんだっていうふうに受け取られるリスクっていうのを私はどう考えたんだろうかでその一点で石破さんに対して非常に厳しいことを言えば彼はやっぱりずっと反主流派でやってきたから主流派になった時に政権をどう作るかってことのノウハウをもともと持っていない。 でそれはしょうがないんですけどじゃあそれで政権を作るってなった時に、まあ、一種の,そのさっき言った知恵ですよねやっぱりそのすぐに衆議院選があるっていう前提で言えばどうやって世論に訴えて理解してもらってでそれは明らかになってくるのは人事と最初の政権戦略その2つで残念ながらその先祖代排するようなやり方をやってしまったというのはあの私が言うまでもなく やっぱり世の中の人がそう見てるんじゃないでしょうか。彼なりに村上誠一郎氏を総務大臣にしたり、やっぱいくつかこう安倍政治を変えていくっていうメッセージはほんの少し感じるんですね。でそうするとまあ、これはいろいろ取材しなきゃいけないと思ってるんですけど、一番は彼が自我をどこまで通そうとしてどこで通せなかったかってすごく大きいと思うんです。だからそういう点ではあの。 当人事が典型だと思っていてい先ほど言いましたけど、まあ、それ変だなと思ったのはあの、まあ、副総裁菅で最後顧問麻生すごく露骨な、まあ、封じ込める人と使う人お願いする人と分かれてると思いますけどやっぱり高市早苗氏に村会長を頼んであっさり引き下がってるわけですよね。とあそこで僕は粘るのが石破茂って政治家だと思ってたので。 花からその辺にあまり気持ちが入ってなかったのかだからあの総選挙に行ってもそうですよね開に言われていて私も聞きましたけど森山新幹事長と菅新副総裁から、まあ、強く早く解散しろと言われたと。だとすると結構現実政局の部分で石破さんが取り込まれていったもっと言うと抵抗できなかったですがまあ一言で言うとその現実政局を回していくために。 かなり妥協を強いられたとしか私は思ってません。ですから、おそらく世の中から見たら残念ながらその安倍政治を変えていくっていうメッセージはそれほど効果的には伝わってないだろうというふうに思わざるを得ないです。そこさんはあの、はい、常々、あのまあ、来年の参院選も非常に重要だという風におっしゃってました。はい まあ来年までまだ1年ありますけどもそこまではどういうふうに見ればいいんでしょうかまあ3年前も実は一緒だったんですね岸田さんの時もまあすごく似たことをやってて、まあ、菅さんじゃ選挙に勝てないから岸田さんにした間髪を入れずに解散してで、まあ、勝つわけですねでその後参院選があるで今回も実はすごく似た状況なんですねそれからまあ1年弱でやっぱり参院選で審判ができる で東京都議選もありますからそういう点では都民と、えー、日本国民有権者がきちんともう一回実績を見ることができるんですねだからやっぱり参院選も含めたこの一年の日程でやっぱり政治見ていかなきゃいけないと思ってますでその点でいうとですねまあ歴史的な話でいうと一回目の安倍政権なんですね一回目の安倍政権というのはあのその前年に小泉純一郎首相の郵政解散でまあ自民党圧倒的に衆参 多数握っってて中で総裁総裁理になってただやっぱり参院選で負ける、経えた年金問題があって、政権の痛みがはっきり出てしまって、衆参がねじれるんです、で衆参ねじれた結果、福田康夫、麻生太郎、その後2人の総理、政権っていうのは、政権受けがうまくいかないで、結果的に政権交代になる、ところがその民主党政権も、実は翌年の参院選でまた負ける、衆参がねじる、そういう繰り返しなんですね。衆院選と参院院選選とでそれぞれぞ まあ役割意味は違うんだけども、まあ、二枚越しで有権者っていうのはその政権の命面を握ることができるそれは非常に大きなことだと思うんですついでに言えばこれ他の党も一緒なんですよ公明党も久しぶりに世代交代で新しい代表になれる自公が連日組んでちょうど四半世紀になりますで野党に落ちた時も連携して で時効をってて12年になる非常に節目にななるる非常くわけですね。でそうすると創業世代じゃない新しい代表っていうのが改めて自公政権何で維持しなきゃいけないのかってこれ問われてくると思うんですそれはあの支援団体の総科学会もそうですけどであるいは、えー、日本維新の会前回の統一地方選であんだけ躍進したって言われながらやっぱりあの大阪万博の問題でかなり当選がかげってきた上に、まあ、まさに推薦した兵庫県知事 今の目の目前でで起きてる問題でやっぱり維新も傷んできてるじゃあ維新はどうするんだろうで国民民主党もそうなんですねいよいよ、まあ、自民党立憲民主党二大政党、まあ、二大政党まではいってないけど与野党の第一党同士の戦いの中で国民民主党っていうのはどうやってつまり政権寄りになっていくのかあるいはもっと野党共闘でいくのかさらに言うと共産党はあの今の立憲の動きを見てるともう既に共産党も反応してますけどやっぱり立憲と選挙協力できない。 やっぱり同時路線を考えななきゃいけないけ、まあ、そういう点では、ね、今回の衆院選っていうのは私彼これ35年政局を見てきましたけど実は一番有権者からすると自分の一票が政治を変えることができるそういう選挙に私はなると思ってるしそういうふうに書いていかなきゃいけないなと思ってるんですけど非常にあの興味深いっていうかあの重要な衆院選なんだというのを、まあ、ちょっと気持ちを新たにしてるところなんです。 まあ事故を過半数割に追い込むとして代表になった野田代表立憲民主党立憲民主党にとってはこの石破政権のちょっとくじきみたいなの,のはチャンスなのかちょっと厳しいことを野田さんに言うとですねあの、まあ、の例の討論会あの例のってあのうちの会社でデジタルでやらせてもらった時に、まあ、野田さんだけじゃなくて枝野田さんもみんなあの 民政権の時のの時反省っていうのを口にしましたまた、あ、政権担当の余が足りなかったとで私は非常に残念だったのはそこじゃないんだよっやっぱり野党に落ちてからの12年間っていうのがいつも同じで結局自民党で何か不祥事だったり自民党が失態した時にそれに乗じて勝とうとするあ一言言うと風邪頼みでやってきたことの反省っていうのがそう聞けなかったんですよね。だから若干 昨日今日の野田さんの発言を聞いてるとちょっとまたそのアイロンに入ってさってこう石破さんには失望したと残念なんだってそこじゃないと思うんですねだからこそ逆にそこが失敗だって言うんじゃなくて自分たちならこうします自民党って譲ずむげな政党だから今回だって仮に事故で完走あれしてもおそらくそれこそ菅義偉氏の人脈を使って日本維新の会は連立に 考えるっていうのはちょっと積極的に、ななっちゃうけど当然のことなんですよね。だったらそれどうやって今、野田立憲民主党代表は止めるのか、つまり維新とどうやって組んでいくのか、国民民主党とどう組むんだ、選挙協力はやんないけど、じゃあ共産党の力をどう使うのかって、本来は、石破さんに過ごしたって言ってる時間があったら、そういう野党の連立政権構想を今から議論しようっていうのを、昨のの段階で言ってないと嘘なんですよ。僕ははそこはまたちょっと 風頼みのところにはまりつつあるような気がして、まあ、そうじゃなかったらいいんですけど野田さんに対してはすごく言いたいのはやっぱり自分たちの主体的な政権構想っていうのを今間髪を入れずに言えばもっと変わってくるはずだからそこがちょっと立憲はね残念なところがあるんです正直。はい